はい、どうも皆さんこんにちは、ナフタレンです。今回はね、昔にね、よくね、使われていた、TNT キャノンのね、方の作り方、紹介の方をね、していこうかなと思います。まあ、作り方に関してはね、もうね、まあ、TNT キャノンを作ったことがある方だったら、まあ、見ただけでわかると思うんで、まあ、早速やっていきましょう。まあ、結構ね、基礎的っていうか、初歩的なもんから、まず、まあ、あれですね、TNT キャノン初心者の方が、まあ最初に作るであろう、まあコンパクトでシンプルかつ、一応飛ぶよっていう、TNT キャノンですね。まあ、射程自体はね、そんなにないんですが、まあ作るんが簡単でね、まあレッドストーン回路の、まあ、勉強とかにもね結構使われたりする感じの、まあ、TNT キャノン、まあ、めっちゃ入門編ですね。はい、次に、爆縮式、TNT キャノン。今はね、こう一個一個こう TNT を装填するんじゃなくて、ね、あれディスペンサーからやった方が、まあちょっとね、なんていうか削薬数とか弾頭数もね増やしやすいので、今はもうこうね TNT をずらっと並ぶ光景はなく、ディスペンサーがね並んでる感じの光景をよく見るんじゃないかなと思います。まあ、爆縮式なんでね、まあ、飛距離はね、それなりに、出ますと。もう一回打ってみようかな。よいしょ。よーい、ドン。はい。どの辺まで飛んでってるかな。結構ね、飛んでるけど、まあ、なんか、あれやな。さっきと全然違う飛び方しましたね。まあ、爆縮式なんで、まあ、結構長くとか、いろんな、応用の仕方があるんじゃないかなと思います。で、次にこっち、爆縮式、同じなんですが、多弾頭バージョンですね。弾頭が5個バージョン。で、爆風、それぞれの TNT に及ぼす爆風の、量が、まあ、1ブロックずつ違うんで、まあ、結構バラバラなね、弾がバラバラになって、飛ぶので、まあ、広範囲に、攻撃することができると。こういう感じですね。まあ、今ここにね、穴があったんで2個弾頭がね、ちょっと引っかかったけど、まあ、それなりにいい感じですね。まあ、爆縮式はね結構そう最初の爆縮の時に、まあ、どれぐらいね、圧縮ちゃんとできるかみたいなことで、性能とかも結構変わってくるので、まあそうですね。で、次にこれ、戦車とかに多分主に、搭載されてたことが多かったんちゃうかなと思う、まあ、TNT キャノンですね。なんていうかな、爆発させる部分が、まあね、3、これのように1列じゃなくて、横幅3マス分で、押し出すっていう感じの、TNT キャノンですね。これもね結構、まあ、この爆縮式より、まあ、横幅はでかくなんですが、まあ、縦幅がね結構、小さくして、まあ、射程がね結構、伸びてるといった感じで、まあ、性能はね結構いいんじゃないかなと思います。なんか BUD チャンバーとかいうね方法もね結構聞くんですが、まあ、それについてはちょっと自分には分かんない。結構飛びますよね。はい、じゃあ次このレッドストーンブロックが見えてるやつですが、これなんていうか縦ピストン圧縮式かな、なんていうかな。ちょっと今適当に言うたけど、TNT はね、こういう感じで、大量にね、使うんで、まあそれ、まあ使うので、まあ当然ですが、まあ、飛距離はね、まあ、結構伸びますと。でここに弾頭用の TNT を置いてボタンでポンとすると、まあ、一列にね TNT が並んで飛びます。ただこれね、作るのは、まあ、作れたとしてもね、装填するのが大変だったり、まあ、なんていうかな、縦にね、マイクラの世界でいう Y 軸方向に面積を結構取ってしまうので、まあ、コンパクトさには欠けますし、ちょっと見栄えが良くない。といった欠点があります。はい、という感じで、ちょっとカットしたんですが、次は、さっきね、ちょっと、ここの内部の様子を見せたので、次は弾頭をね、ちょっと、追ってみようかなと思います。ファイヤー。弾頭が点火されて、見えへんな。見えへんな。
結構多分ね飛んでるんじゃないかなと思うんですが、まあ、着弾地点には、砂ブロックがね、破壊されてあると思うのでここっぽいですね。ここにもう結構何発か落ちてて結構えぐれてますが、まあ、この辺まで飛んだと使う、もう発射された TNT が全然見えへんぐらいの、まあ弾速になる感じですね。まあ見栄えつかま、まあでかいのでしゃあないですね。まあ今の時代だとね、まあピストンを使わないでも、ディスペンサーを使うことによってもっとね、性能のいい、まあなんていうか削薬を倍ぐらいにとか結構普通にできるんで、まあ結構応用も効くんじゃないかなと思います。でこれはね TNT キャノンではないんですが、まあカナトコキャノンといった感じであんまりね、実用性はないというか、まあ、一応カナトコがね、モンスターとかにモンスターとかに、当たるとダメージは入るんですが、まあ、当てるのもなかなか難しいですし、まあ、使ってる人はまあおらんと、あんまりおらないといった感じの、ものですね。で、飛距離もねもう全然ないといった感じで、まあ、実用性はちょっとなっていう感じです。まあ、またね、まあ、それぞれのね、まあ、TNT キャノンの作り方、ね、まあ、要望とか、まあ、自分が作りたいなと思ったら、ちょっと作り方動画、出そうかなと思ってます、といった感じで、また同じところまで飛んだみたいですね。ちょっとじゃここにさ、村人置いて、ちょっとやってみようかな。フェンスでちょっと囲もう。だいたいこの辺ぐらいまで飛ぶみたいなので、村人さんごめんよ。よし、ここに、村人をね、突っ込んで、ほう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 、よし、OK。で、花とこ置いて、こうですね。これはね、花とこはディスペンサーでは出せないので、まあ、なんてボタン一つで毎回何回も、稼働させるっていうことはできないんじゃないかな。あ、死にましたね。確か落ちてくる高さによって、まあ、火力が変わると思うので、まあ、高台にこれを作って、飛ばせばもうちょっとね、まあ、威力は上がるんじゃないかなと思います。次に、まあ、このサイズのものは自分もあんまり作ったことないんですが、まあ、いつもだともうちょっとでかく作ります。これも一応爆縮式なんですが、なんて並列かな、なんていうか横に、たくさんTNT を並べて、ここの弾頭をね、まあなんていうかな円弧状に、飛ばすといった感じの TNT キャノンになりますと。全然円弧じゃないっていう、あれです、ね、もうちょっとでかくなってくると、円弧に飛ぶんですが、これは円弧じゃないね。でかいのもね、またつか昔多分動画出したと思うんで、まあまあ、またね、動画出します。全然円弧じゃないな、うん、嘘ついたわ。多分ここやな。ちょっと改造するけど、これで円弧になる。そう、これで円弧になるはずです。うん、なんで拡散砲、まあディスペンサーを使うことによってね、これもね、もっと高精度にできるんで、まあ興味のある方はやってみてください。ファイヤー、円弧ではない。いや、まあ、結構ね、分散するっていう感じで、今ね、1,2,3,4,5,6,7 個かな、7個のね、TNT キャノン、今はあんまり使われることがなくなってしまった。今はもう主流はカートキャノンとか、まあ、ディスペンサーを使った、まあ、結構コンパクトだったりとか、高性能だったり TNT キャノンですが、まあ、昔はね、こういうね、TNT キャノンでした。でちなみにバージョン 1.5 が来るまでは、このね、レッドストーンブロックがなかったので、ブロックをこう置いてね、後ろにね、レバーですね、レバーをこうつけてオン状態にするといった感じで、まあね、これは作ってましたという感じで、まあ、自分はね、まあ、最初の方に、長距離の TNT キャノン作ったのは、まあ、この型が初めてだったんで、まあ結構この裏のレバーとかこっちのね、回路、今となってはハーフブロックを使うことによって、簡単にこういけるっていう知識がありますが、まああれですね、その
頃はねそういう知識がなかったね、まあ結構ごちゃっとでかい回路を作ったりしてね、何やってたんだろうなっていう感じです。っていう感じでね、今回はちょっと、こういう感じの動画でした。またねなんか個別に使うなんていうかな、一つずつね、作り方、まあ爆縮式とかその辺は多分いらんけど、まあ主に左の4つぐらい作りたいなと思います。という感じで今回はこの感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。